左から大正期の軽月、昭和初期の光流彩、平成の工房、友の一末人形。一末人形のいろいろ一末人形とは、着せ替え人形の一種である。東人形、京人型とも呼ばれ、京阪地方では市間さんの愛称で親しまれている。陶争、または木でできた頭と手足に古墳を塗り、おがくずを詰め込んだ布でできた銅につなげた人形で、 裸の状態で売られ、衣装は購入者が作成する。女児の遊び道具のほか、裁縫の練習台としても使用された。大きさは20センチメートルほどの小さいものから80センチメートルを超えるものまであるが、40センチメートル前後のものが一般的である。女児の人形と男児の人形とがあり、女児の人形はおかっぱ頭に植毛が施され、男児の人形は頭髪が筆で描かれている。 一松人形の名前の由来としては、顔立ちが、江戸時代中期の歌舞伎役者、助野川一松に似ていたため、一松人形と名付けられたという説、当時、一松という子供が多かったので、子供の人形という意味合いで、一松人形と呼ばれたという説、一松模様の衣装を着せて売られていたため、一松人形と名付けられたという説がある。江戸で人形といえば、 一末人形を指すほどだったが、子供のおもちゃとしては壊れやすいことから、次第にセルロイド製の人形やソフトビニール製の人形に追われ、鑑賞用へと用途が変化していった。そのため、鑑賞用途で作られた一末人形には、着せ替えを行えないものもある。1927年、人形大使としてアメリカに送られたことから、一時期、 人気が出たが、おもちゃとしての復権までには至らなかった。現在市販されている市松人形は、ひな人形の脇に置かれるものとして、頭部が石膏、体がポリウレタンで作られたものが多い。このタイプは台座に固定された立像で、着せ替えができない。座りや着せ替えができるタイプは、専門の人形作家の手によって、伝統工芸品として、製作、販売されている。 ありがとうございます。